はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。まもなく11時半になろうとしていますね。8月は24日の土曜日でございます。今日これからですね、1時からですね、日本橋横山町で私の売却相談会やります。暴露横山の駅をですね、A2 の出口を出ていただいたらすぐにセトルさんというですね、不動産屋さんございますんで、そこの2階の会議室に私おりますんで、アポイント不要でございます。来てください。ただしアポイント不要なんですが、もし前の方がいらっしゃれば若干待っていただく可能性はあります。はい。ここのところね、待ち時間ほとんど発生しません。前回で10分ぐらいもお待ちいただいた方がいたかなっていう感じですね。はい。さて本題はですね、中国でございます。なんか怒ってますよ、はっきり言うて。以前のような感じではないということだけは確かですね。大機嫌でございます。中国共産党の重鎮が声を上げ、習近平が突然公の場へ登場ということでして、ですね、ちょっと読みますね。8月19日、長らく公の場に姿を見せていなかった中国共産党の習近平がベトナム国家主席トーラム氏の歓迎式典において久しぶりに公に姿を現した。だが公式メディアの報道には不自然な点があり、両首脳のクローズアップ映像が最初の報道から時間を置いて後から追加される形で伝えられた。これはこのですね、チャンネルでも私申し上げました。え？という感じで出てへんやんな、何も写真がという、なんかすごく変な感じでしたね。北京ではな、何か異常事態が発生しているとの噂が全くデマではなかったことを示唆する情報もある。内部情報によれば、三中全会を控え、共産党の退職高官たちが集まり、習近平に対し国際情勢や経済、社会民生の問題点を含む10項目以上の意見を提出したとのことであると。北戴河会議ですかね。お前なーって、これ読んどけとか言って、なんか渡されたんでしょうかね。テレビプロデューサー李軍氏は、新東人テレビの政治論壇において、8月19日に公の場に戻った習近平がベトナム国家主席を迎えた際、新華社の報道に異常な点があったと指摘した。具体的には遅れている、短い、不完全の3つの特徴が見られるという。19日の朝、新華社は習近平のクローズアップ写真や動画をほとんど公開せず、中国とベトナムの国旗のみが映された。当時ベトナムのメディアはすでに習近平とトーラム氏の写真をインターネット上で公開していた。昼頃、中国中央テレビは習近平とトーラム氏の会談に関するニュースを放送したが、3分35秒の映像は全て円形でありと。そうなんですよ、そうなんですよ。一番下座から撮ってるんですよ。で、習近平がいいのかどうかわからへん。しかし、環球情報ですよね。しかしこれも異常な事態が浮かび上がる。映像の長さが極端に短く、 CCTV のニュースでは習近平に関する映像がわずか 2,3 秒しか流れなかった。通常の放送では彼の映像は少なくとも6秒間は放送されていたと。これね、中国では重大な放送事故なんですよ、もし事故であれば。ではなくて、誰かがそれを指示していたというふうにこの後書かれています。で、習近平が自分で指示したのか、いや、習近平はすでにもう自由を失ってですね、他の誰かが指示を出しているのかという説が両方書かれています。ただしですね、習近平がすでに権力を失ってですね、誰かの支配下にあるというのはちょっと飛躍しすぎかもしれません。ただしですね、ありえないことではないですね、これ読んでると。で、この後ずっとこの長い記事あるんです。これぜひ読んでください。いろんなことが書いてありますけど、ちょっと冗長ですけども、今の中国で何が起こって、誰がどんなことを考えているのかというのがよくわかりますね。いろんな説が考えられますけども、今のところ一番ですね、説得力がありそうなのは、
習近平が分むくれ状態になってるとつまりですね、長老たちにやいのやいのと言われてですね、自分のかやってきたことが否定されてですね、終わったら俺なんかもう仕事せえへんわとかって言うてですね、俺の顔なんか出すなとかっていうふうにメディアに言ったというのが一番、まあ、今のところ最有力かなという気がします。習近平ってそういうところがあるらしいですね。つまり分むくれになってちょっとしばらく俺自分で、なんていうかですね、スト状態ですね引きこもり状態っていうんですか、ようわからんけどっていう、で今回トーラムさんは自分で国賓招待したんですね。だからそれに出ていかないわけにいかないんで出てきたんちゃうかと。あんまりにこやかではないですよ、習近平の顔ちょっとしか映ってませんでしたけど。でもう一つはですね、軟禁状態にある。つまりですね、こう、まあ、形だけ主席にして置いといてですね、他の人たちが実は支配していてですね、徐々に徐々にですね、習近平の影をですね、薄れさせていこうと、そういうふうにすると。だからですね、中国のメディアの中にですね、習近平の姿がですね、ほとんど見られなくなったと。この8月19日以降もですね、報道されているというような話は出ませんね。で、まあ、いろんな説が出てます、日本でも。で、まあ、この文部くれ説とですね、実質失脚説のこの2つのどちらかでしょうけども、さっきも言ったように、まあ、文部くれしてるなと、一人で引きこもってですね、一人でストやってるみたいな、それが有力かもしれませんけどね。まあでも、こうなんて言いますか、竹のカーテンの向こうですからね、何が起こってんのかね、こう実際ようわからんということですね。でただ私がずっとですね、毎日毎日中国関係のニュースを見ている限りですね、何かが滞っているとか、大きく方針が変わったとか、何かが起こりそうやというようなことはなさそうな気もします。つまりですね、まあ習近平がですね、こう自由を失ってですね、徐々にこう消されていくみたいな方向に行ってるとは考えにくいかなと。いまだに彼は権力を掌握してる可能性は高いとは思いますけどね。まあでも分かりませんよ。ね、一つ言えることはですね、以前ほどブイブイ言わせていないということは確かなんですよ。習近平がブイブイ言わせてたら俺の顔出せって言うでしょ、どっかの知事みたいにですね。もうそういう状態ではないということだけは確実ですね。で、もしかしたら徐々に分かってくるかもわかりません。なんかね、中国の政変ってね、久しぶりなんですよ。毛沢東が死んでからの数年間っていうのは政変続きで、ちょっとワクワクするような感じがあったわけです。ただ、その時私まだティーンエイジャーでしたからね。で、それ以来権力の継承っていうのは割合スムーズに来てるんですね。ただ今回ちょっと大きな政変っぽいことがあってですね、面白くなるかもしれへんなという予感はしますね。はい、ということでこの大紀元のですね、アドレスを一応貼っておきます。皆さんどう思われたでしょうか。